はい、先月の元新潟市の飲酒とかです。今回は、キリンのね、新発売、こちら、キリンザストロングの、ハードドライ味。アルコール度数 9%。糖類0、プリン体0。中杯です。うわ。買わなきゃよかった。なんで俺これ買ったんだろう。甘味料入ってんじゃん。ハードな炭酸感かけるハードな味わいかけるハードなアルコール感。グッとくるドライの刺激と飲み応え。だって。原材料がウォッカとシトラスエキスと酸味料と香料と甘味料、カッコ、アセスルファム系。うわぁ。甘味料入ってんじゃん。最悪や。なんでこれ買ったんやろ。確認しなかったの。完全にノリで買った。どうせ甘味料入ってねえだろ。だってドライだぜ。ドライだから甘味料入ってないっしょ。みたいな感じで。これちなみにコンビニで買ったんですけど。まあこれは、あれじゃないもんね。まあどこでも売ってると思いますけど。期間限定とかじゃない。完璧。うわっ、うわっ、このえぐみ、うわっ、うわっ、くわ、これはあれだ、まずい。サントリーのストロングゼロと何も変わんねえや。キリンザストロン、うわ、何も変わんねえや、これ。うわ、あ、ライムっぽい。ライムっぽい味わい。ただ、あれだね。果汁は入ってないですね。もっと美味しくて刺激や飲み応えのあるストロングチューハイが飲みたい。そんなお客様の声にお応えするためにキリンから新世代のストロングチューハイが満を持して登場。力強い刺激感と爽快感で一日を気持ちよくリセットしてください。やだよ。やらかした。マジ。なんてまずさ、ゲロが出るぜ。ゲロが出そうなほどまずい。さすが。ストロングゼロの、ドライとそっくり。ストロングゼロドライといい勝負してるね。まずさ。まずさでいくとストロングゼロドライ。ストロングゼロのドライって、甘味料含まれてるよね。確かね。甘味料含まれてたっけ？あ、含まれてる。ストロングゼロドライと一緒ですね。アルコール度数も 9% って一緒でしょ。で、多分味も個人的に一緒でしょ。何が違うんかな？キリン、ストロングゼロのモロパクリしたんかな、これ。もしかして。ワンチャンモロパクリした可能性あるな、これ。まずい。これ全部捨てよう。これは飲めねえ。150円ぐらいドブに捨てた。まずい。コク、甘み。まずい。香り。まずい。気分が悪い。これ飲み続けるとあれだ。マジで気分悪いタイプの。
うまじ、久々に、一つ星、2231です。ご視聴ありがとうございました。